現在西宮市の、あちらが流通センターでその近くに来てます。まああちらの方向へ行くと、岡場駅があると、まあそういうことです。であちらが西宮市の北部にある、公民館ですね。山口町のところですね。まあ小さなあの河川水門開閉式ダム発電なんですが、まあ、この地点に、門を作ると。で今度はあちらの方、下流の方に行ってみます。先ほど撮影した場所はあの向こうの方の、白い建物なんですけども、次、この辺りの門ですね。まあまあ、向こうの方がこちらの方どちらかですね。もう少し下流へ行ってみます。次は、あちらの、右手に神社が、見えるあたり、まあ、向こうの方が上流ですね。まあ、このあたりがいいんじゃないかなと思います。まあ水の流れは晴れの日でも、まあ、これぐらいありますんで、まあそこそこ24時間あったら結構、水溜めれるんじゃないかなと思います。もう少し下流の方まで行ってみます。先ほどはあちらの方から、あちらの方で撮影してたんですけども、次この西川、まあ、西川という橋この河川ですごく多いんですけども、まあ次もうこの橋のところでまあ作るべきですね。で ちょっと待ってください。ここから水が出てますからね、両サイドから。結構これだけ晴れてる日なのに門を、まあいいでしょう。まあこちら側ですね、こちら側にまあ作っておくと、まあ橋の上のところにその回転式の発電機を置いておけば、まあメンテナンスがまあこの位置からまあしやすいと。まあギアボックスとかそういったところのタービンの中とかですね。でまあ先横から出てる水のことを気にしていたのは、ある程度の雨が降った時にどういった順番で門を閉じていくかによるんですよね。河川の、サイドから結構な水が出てるんで、まあ、ここの門を閉じたらもっと上の方もある程度の段階で、閉じておくと、まあ、そういう風な状況ですね。で効率よく貯水して雨の日それなりの雨量がある時は、まあ例えばこの河川だったら50センチ ×50 センチぐらいの、回転扉と、2メートル ×2 メートルの回転扉で良いかと思います。もうちょっと下流まで行きます。こちらが上流の方なんですけども、まあ100メートルぐらい歩いてきたところ、まあ次の場所がこういう場所なんですけども、門を、まあこのところの手前ぐらいに作るような形で良いかと思います。この滝みたいになっているところの、まあ、こちらはですね手前の方、訂正、先ほどの場所よりもこの西川と書かれているこちらの、山口町下山口、2丁目7の電柱のこのそばな場所なんですが、こちらの方に作った方が良さそうですね。両サイドの高さが結構あるんですよ。だから向こうの奥の方まで結構貯水ができると。であちらの方は両サイド高さがないんで、あとこちらに作ってしまえば、まあ向こうの下流の方にはまあだいぶ道が平行層なのでなだらかな斜面ですので、だいぶ先まで作らなくて良いかと思います。以上です。下流の方へまで行きます。下流に来ました。次はこの辺りですね。
まあ、ちょっとあの向こうの方がカーブになっていて分かりづらいんですけども、あの辺りから、指差してるあの辺りから、まあ、ちょっと滝状になっていて深さが、出てますんで、まあ、距離はあんまり大したことないんですよ。100メートルほどですので。ですけどもここも貯水できますので、まあ、この橋のところで、門、まあ、門自体はこちらの方に作った方がいいかなですね。で、回転扉式と。もうちょっと下流の方まで行ってみます。あちらが上流のところです。この地点で、もう一つ の、 あの河川と合流してるんですけども、まあ、ここに作るか、まあ、あちらに作るかですね。多分あちらに作った方がいいですね。ちょっとあの地点まで行きます。で、帰りに、あの河川を、上流までたどるような形で撮影します。もう少し、下流の方に来ました。先ほど申し上げてたところがこの橋で、高重橋ですね。まあ、この辺りに、作ればよいかと思います。もう少し下流の方まで行きます。多分有馬川か、まあ、多分有馬川でしょうね。合流してるところが有馬川ではないと思います。もうちょっと行ってみます。先ほどはあちらの方から、あちらの方で撮影してたんですけども、次この西川、まあ、西川という橋、この河川ですごく多いんですけども、まあ、次もうこの橋のところで、まあ、作るべきですね。で、ちょっと待ってください。水が出てますからね。両サイドから結構これだけ晴れてる日なのに、もう、まあいいでしょう。まあこちら側ですね。こちら側にまあ作っておくと、まあ橋の上のところにその回転式の発電機を置いておけば、まあ、メンテナンスが、まあ、この位置から、まあ、しやすいと、まあ、ギアボックスとかそういったところのタービンの中とかですね。で、まあ、さっき横から出てる水のことを気にしていたのは、ある程度の雨が降った時にどういった順番で、門を閉じていくかによるんですよね。河川の、サイドから結構な水が出てるんで、まあ、ここの門を閉じたらもっと上の方もある程度の段階で、閉じておくと、まあ、そういう風な状況ですね。で、効率よく貯水して雨の日それなりの雨量がある時は、まあ、例えばこの河川だったら50センチ ×50 センチぐらいの、回転扉と、2メートル ×2 メートルの回転扉で良いかと思います。もうちょっと下流まで行きます。あちらが上流で、下流の方に来ました。まあ、この辺りなんですけども、176号線かな、違うかな、まあ、ちょっと現在地が今よく分からなくなってるんですが、まあ、あちらに看板が出ていて神戸セミナーハウスって書かれてますね。まあ、あちらにああいう風な看板があって、まあ、この位置に、まあ、水門、河川水門開閉式田の発電を作ると。もう少し、あちらの方、下流の方に行こうかなと思ってます。向こうで、向こうはもう有馬川になっていて合流してる可能性が高いですね。ちょっと見てみます。河川、合流していました。ですので先ほどあの地点に、作ると言ってましたけども、入った看板があって、それはやめといてこちらの方に、作っておいた方が良さそうですね。それでは、一旦戻ります。あちらの方の上流 の、 合流していた河川の、ところ、撮影しに行きます。あちらの方がですね、コート
こういう風な形で合流している地点です。まあ、100メートルぐらい、まあ、50メートルぐらいかな、先のところですね。で、まあ、こちらの河川が、まあ、こうなってます。まあ、なだらかなので、次の門を作るとしたらもっと上流になると思いますので、上流の方に向かって歩いていきます。トンネルを2つほど、まあ、くぐり抜けてきて、まあ、上流の方に来たんですけど、もうこの辺になったらもう水がほとんどないですね。ああいう風に乾いています。ちょっともうちょっと上の方まで、見に行ってみます。ですので特に門を設置する必要はないかもしれないですね。で、何か水、ここは水門なのかな。まあ、ちょっとだけ水が流れて、あの水は行き先どうなってるのかちょっとわからないんですけど、まあ、もうちょっと上流まで行ってみます。先ほど撮影したのがあちらの地点だったんですけども、水ありました。右端の方に、水路の方に寄せていたみたいですね、水を。で、どこかに流し込んでいたみたいですね。ですので、まず門を作るんだったとしたら、まあ、あの辺りですね、先ほど撮影していた乾いてる地点のところぐらいですね。上流まで行ってみます。